今日学んだ役所天国、本日は9月の23、はい、夕方4時過ぎましてね、もう最後の一仕事で、大根をね、もう全部一回巻き切っちゃおうということですね、はい。大根をね、もうトラクターかけて、国次第で走るだけっていうね、はい、もうガンガンいっちゃいますね。葉物と一緒ですね、だから大根はね、全部出荷に使う、使わないはもう、わからないんですけど、とにかくね、そんな感じで、巻いて巻いてっていう、そんな感じですね。今日里芋掘りたかったんですけどね、ちょっと掘れなかったですね。疲れました。涼しくて働きやすいですけどね、はい、まあ頑張ってね、もうちょっとですからね、このノルマもう少しでございます。頑張りましょう。仕事が多岐にわたっているのでね、なんとかこの9月を乗り越えればって感じですけど、はい、なんか社会人の6割以上がね、本も読まないっつってなんか出てましたけど、俺も気づいたら本なんかね、本当にこの間読んだのがあれじゃないかな、村上春樹さんの新しいやつ、あれ何年前ですか、 2年ぐらい前でしょ。ここ1年は何にも読んでないですよね。なんかそうやってこう落ち着いて本読むってなかなかできないですよね。よいしょ、株間いくつでいきますかね。14球でいこっか、14球ね、株間15センチミニ大根だとしてですよね、まあ多めに巻いちゃいましょう。ついさっきね、トラクターかけたばっかなんで、はい、もう場所があればね、どこでも撒いちゃっていいので、4列ぐらいかな。
ギリギリか。ギリギリだね。ちょっと足らなかったね。まあいいや、この続きはまた違うやつを待ったらいいので、はい、終了。とりあえずね、豆に大根は、まあ、では次は香辛大根とかになりますね。よいしょ。よいしょ。これで大根が、とりあえず11月ぐらいのやつがこれで終了ですね。はい、ということで、よいしょ、よいしょ、はい、あー疲れた。はあ、よいしょ。今日はいろいろやったんですけど、なんか忙しくてあまり撮影はしませんでしたけどね。バタバタ、連日バタバタしてますけど、はあ、はあ、はあ、ようやく。最近日が暮れるのが早くてね、もう5時、6時で真っ暗でしょ。だから5時ぐらいまでですもんね。はい、この後買い物に行きたいんですけどね。マルチとかがあっという間にね、どんどんマルチ張ってキャベツとか白菜とか植えてるのでね、マルチがあっという間なくなるのでね、150cm、135cm、120cm ね、どんどん買っていかないと、越冬分のね、2月3月のあたりのキャベツ白菜ってズドーンといきますから、その分ね、買っとかないといけないですよね。はい、ということで今日も疲れました。まだまだね、秋冬はまだ年内頑張って、9月いっぱいの年内をね、頑張ってこなして、はあ、10月入ったら越冬分に入ってきます。はい、ということで足が痛い。はい、以上でございました。大根ね、今日は大根種まきしましたね。あと何やったかな。 あ、まだ人参の関数、今から人参の関数いきますもしかしたら人参の関数撮影するかも。はいはい、それではまた。